確かにそうかもしれない。でも人類は争いを乗り越えてきた。だから未来は変えられる。物語の結末は自分たちで決める。いや、俺たちの世界もワンダーワールドも全て救う。物語の結末は俺が決める。上流進撃派、世界の均衡を守ることこそ僕たちの使命です。僕は僕自身もホモサピエンスの未来も絶対に諦めません。一冊どこ、ペガサス大王インターハン小説劇
信じようとしませんでした。お願いです。
長は笑顔で言うもんだ。顔を上げろ、須藤ね。俺が姉ちゃんを守る。約束しただろ。僕と立ち会ってください。僕は剣士です。剣を振るうことしかできない。僕と剣を交えてください。感じる。剣を通じて、東馬君の思いが。僕たちの太陽なんです。暖かくて、いつも僕らを笑顔にしてくれる。東馬君はメイさんを、僕がズオッツを止めます。東馬君も、メイさんも、どんな時でもずっと僕を信じて、諦めてくれない人がいるんです。だから僕も、絶対に諦めない。東馬なら、できます。ああ、俺たちなら絶対に救える。メイさんの物語の結末は僕たちが決める。金太郎は弱くない。あいつは仲間を守るためなら命だって張れる。僕は絶対に逃げません。誰よりも強い剣士なんだ。凛太郎と約束したんだ、東山ベースを守りきるって。だからお前をここで倒す。今僕が守るべきものはここにいる仲間たちです。仲間がいれば人は強くなれる。僕の生きる世界は僕の大切な人たちにできているんです。だから僕は目の前にいる大切な人たちを守り抜く強い剣士になるんだよ。水星剣流れに誓う。大切な人たちは僕が守る。感じる。この力は歴代の剣士たちの思いの結晶。ズオス、早まった道を歩み化け物になったお前に剣士たちが紡いできた意志が負けるわけがない。ふざけるな。俺たちは、人間は、お前の駒なんかじゃない。一緒に戦うって約束してくれ。そうすれば世界を救える。三人で笑い合える日も、きっと来る。ルナは、俺たちが必ず取り戻す。滅亡させようとした不死身の剣士、もうこれ以上お前に何も奪わせやしない。あなたは危険な存在。僕が倒す。今度こそ絶対に救う。お前にその力を渡さない。俺が手にするのはこの世界に生きる人たちを守るための力だ。物語を終焉に導く聖剣。そんなこと言ってる場合じゃない。あいつを止めて世界を救う。今考えることはそれだけのはずだ。ソフィア様もルナさんも心があります。普通のホモサピエンスと何の違いもありません。一緒に戦わせてもらいます。ケントを止める。ケントだけ犠牲にするなんて絶対
じゃない。誰かを守りたい、そう願う気持ちも同じなんだ。壊すことはできても。